どうもこんにちは、スタジオニオの稲坂です。今週はですね、実はサボろうと思ってたんですよ。今朝の時点で何にもね、考えが思い浮かばなくて、ちょっと考えることも多くてね、朝散歩しながら今日はもう休もうと思ったんですけど、戻ってきてね、メール開いたらもうすごいいい質問が転がり込んできました。なんでちょっと読みますね。ハンドルネームコロコロンさんからの質問です。ちょっと最初にいろいろ書いてもらってるんですけど、最後にちょっと紹介させてもらいますので、ちょっと飛ばして今日の話題ですね。最近ちょっと話題になっているドコモと進撃の巨人のフィギュア、これありますよね。すごい今バズってるんですけど、炎上してるっていうんですかね。顔の造形が似てない、クオリティ云々ありますが、こういったのをお客さんの手元に届くまで誰かが止めたりはなかったのでしょうか。稲坂さんの制作工程を見ているとありえないことだなと思ったので、合わせて質問させてもらいました。ちょっと簡単に、要はね、進撃の巨人のフィギュアがあって、これがあまりにもクオリティが低いっていうのがあるんですけれども、簡単にちょっと経緯を説明します。ちょっと記事読みますね。進撃の巨人のコラボキャンペーン、これドコモがやってるんですけれども、2月に開催されたコラボキャンペーンの一つで、抽選で各250名に進撃の巨人のリヴァイ、ミカサ、戦闘シーンフィギュアを購入できる権利が当たるというもので、フィギュアの価格は送料込みで13,000円。これちょっとややこしいんで説明しますけど、まず抽選で250名って書いてありますけど、調べると、実際は500個だったみたいですね。500名、500個限定っていうことですね。で、これこういうややこしいのが、購入できる権利が当たる、つまり抽選で当たったとしてもフィギュアがもらえるわけではないっていうことですね。買える権利が当たる、そして13,000円、当たった人は13,000円払って、フィギュアを手に入れるっていう、そういうキャンペーンですね。で、しかしフィギュアの完成度の低さや発送時点での破損の報告がツイッターを通じて話題となり、ユーザーは署名サイトで作り直しを求めるなど声が上がっていたとあります。で、これ結果的にね、もう炎上して、抗議の声が多すぎて、ドコモはもうこれを買った人にね、全額返金っていう、もうメーカーとしてはできることの最大級のね、対応をやってると思うんで、この対応についてはもうあっぱれだと思うんですけれども、そういった形で今炎上している案件です。で、今僕もね、実物持ってないですし、サムネイルにはちょっと載せてるんですけどね、ここでちょっと画像をね、紹介するわけにもいかないんで、ドコモ進撃の巨人で調べると画像出てきますね。見るとわかるんですけれども、本当に、リヴァイみんな好きな人多いですよね。リヴァイと似ても似つかぬっていうようなものになってますね。で、これちょっと問題点をまとめると、まず似てないっていうのが一つですよね。で、それからね、これ実はね、遅れてるんですよ。発売が遅延してますね。当初7月の予定だったのが、コロナウイルスの影響っていうような理由付けがされてるんですけれども、10月になってると。3ヶ月遅れですよね。これ自体はね、よくあること、あっちゃいけないんですけど、よくあることなんですよね。それからね、台座に傷があったりだとか、もう一個ね、実は大きい品質、商品の品質として圧倒的に良くなかったのが、届いた時点で破損があった、壊れてるんですよね。エフェクトパーツって言って、例えば剣を振り下ろした時の風の表現だとかね、そういったものを、細いクリアパーツとかで表現したり、フィギュアとかでよくあるんですけれども、そういったものって細いものでできてるので、それがバキバキに折れてたりだとかね、あとは足がひん曲がってたりだとか、似てる似てない以前の問題で、商品の品質としてもかなり悪かったということですね。で、今コロコロンさんからの質問で、どうしてこういうことが起こってしまうのかっていうことなんですけれど、これちょっと結論から言いますね。これ僕のね、あくまで予想ですよ。メーカーやってて、生産者側からの予想なんですけれども、結論で言うと、これはね、丸投げの負の連鎖が起こったんじゃないかということですね。どういうことかちょっと今から説明していきますね。あとね、今ネットで言われてるのが、なんていうんですかね、中国のメーカーとか工場に結局ドコモが丸投げをして、で、そこでね、ものすごく安い価格で、買い叩くような形でやってもらって、なんていうんですかね、中抜きというかね、そこで利益を偉く取ったんじゃないかっていうようなことが今ネットで言われてるみたいなんですけれども、これに関してはね、僕ちょっとね、わかんないんですけど、ちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね。っていうのも、まず、ドコモの担当者だと、あなたが担当者だと思ってね、考えてみてもらいたいんですけれども、
ドコモの契約のね、契約者数を増やすためのそういうようなキャンペーンがあったとして、それをやるために進撃の巨人っていうね、コンテンツとコラボをして、認知度を高めると。でさらにそのキャンペーンの中でフィギュアっていう目玉のね商品を、景品を持ってきて、でそれをもとに、釣ってというかね、それをもとにさらに、注目度を集めるっていうような企画なんですけど、まあ、フィギュアがいるわけですよね。ただドコモのね今までフィギュアに関わったことないような人がいきなりフィギュア作ろうと思ってもどこに何頼んでいいか分かんないんですよ。ましてや中国のメーカーとかね、それが果たしてどういうものどういうメーカーなのか僕にも分からないんですけど、まあ、メーカーがあったとしてもいきなりメーカーにアポを取って、こういうのを作ってくださいとか、そういうのってね、まあ、はっきり言ってできないですよ、そんなこと。まあ、あとめんどくさいですしね、あとまあリスクもありますし、直接頼むことによって。だから多分こういうキャンペーンを打つときっていうのはおそらく広告代理店に頼んでるでしょうし、フィギュアを作りたいって言ったらね、広告代理店の人も、作り方わからないですから、中国の工場と、まあ、日本のね、そういった作りたいって人をつなぐような中間業者とかもいるんですよね。まあ、そういったところに丸投げをしていくと。で、丸投げをされた中間業者はさらに中国の工場とかに丸投げをしていく。まあ、もちろん原型さんはね、日本の人なのかもしれないんですけれども、そういった形で丸投げの連鎖が起こってるわけなんですよ。だからまあドコモの人がね、利ざやを取るために、中国の工場に直接頼んだってことないと思いますね。だって、1万3000円ぐらいとはいえ、たった500個ですよ。500個なんてめちゃくちゃ少ないです、はっきり言って。なんていうんですか、売上規模でいくと600万ぐらいですよね。それをドコモぐらいの大手のメーカーが、いくらね、安く買いただいたからといって、そんな利益を追い求めないですよ。結局は契約者をね、取って認知度を高めた方が、キャンペーンとしては成功になるんで、まあおそらくね、そういった形で、代理店から中間業者から工場っていうような形で、なんていうの、丸投げの連鎖が起こったんじゃないかなと思いますよね。で、ちょっと内容にね、の説明に入っていくんですけれども、これね、外注で丸投げやっていく難しさっていうのがすごく出てると思うんですよね。まず、フィギュアが似てるか似てないかっていう問題でいくと、これもちろんね、僕もね、造形見ましたけれども、お世辞にもうまいと言える造形ではないんですけれども、まあちょっと学生さんがね、安い金額もらって 3D で作ったのかなっていう出来ではあります。ただ、フィギュアっていうのはね、必ずしも造形の出来だけで全てが決まるわけじゃないんです。仮にですね、造形の出来が悪くて、まあ、変な話、あんまり似てないようなものがあったとしても彩色で引き上げることだってできるわけなんですよね。で今ねネットで調べると、ひどい、まあ、今回のリヴァイの顔とでよく比較されて出てくるのが寿屋さんのリヴァイの顔ですよね。これがものすごくクオリティが高くて、よくできてるんですけど、これもちろん造形も彩色もよくできてるんですよね。でこれね見比べてみると分かるんですけれども、ものすごくね寿屋さん細かくやってるんですよ。だから造形来たものを今ね両方とも共通してるのは担保印刷って言って、ハンコみたいなもので目の印刷をしていくんですよね。だからそこに関しては大きな劣化って本来起こらないはずなんですよ。ただキャラクターを似せるために僕たちがしてることっていうのは、例えばその担保印刷で言っても目のね濃淡ですよね。同じ、眉毛とか黒使うにしても、例えばちょっと薄い色使ったりだとか、瞳の色とかのね色とかものすごく気使って色の選択をしていくんですよね。で寿屋さんのやつ見てもらうと分かるんですけど、ただ担保印刷がしてあるんじゃなくて、それをする前に目のこの溝のところにものすごく、まあ、絶妙なシャドウ表現も入れてるんですよね。でそこまでして似せに行ってると。だから似せるっていうのはものすごく大変なんですよ。肌の色から髪の毛の表現から、もう目とか顔だけではなくて全体的な雰囲気からいろんなことを考えてやっています。で彩色もそうですし、原型の僕たちからすると、彩色にね、なんですか、頼り切るんじゃなくて、仮に今プライズとかで言うとほとんど彩色なんて予算的にできないんですよね。だからいかに単色一色だけで髪の毛塗られるような場合でも造形を細かく入れたりだとか、テクスチャー入れたりだとか、ただ塗っただけでもよく見えるような工夫っていうのも原型側はしているんですよね。だからフィギュアを作る僕たち、メーカーとか原型師とか彩色師っていうのは、皆さんの手元に届くときにいかに感動してもらえるかっていうことを考えてものすごく工夫してやっています。それだけ愛を持ってやらないとフィギュアの生産っていうのはなかなか難しいんですよね。素人がね、一朝一夕でできるようなもんじゃないんですよね。
で、で中国の今回の量産品は確かにひどいものですよ。でおそらくね見ている人はねなんか管理が悪いとかね仕様書とかちゃんと作ればこんなこと起きなかったんじゃないかとかね思ってるかもしれないんですけれども、実はね僕たちからするとこの中国の今回のできた日常茶飯事ですね、今回みたいなリバイのものっていうところから、生産がスタートするようなレベルですね。しっかり原型を作った、そしてデコマス彩色の見本も作った、そしてそれにを量産品として実現するために仕様書も作った、やり方も細かく説明してあります。それを中国の工場にお願いします、こと細かく説明して、こういうこと絶対起こりうるんで、気をつけてください気をつけてくださいっていうようなことをたくさんお願いして出来上がってきた一番最初のサンプルが多分今回のリヴァイみたいなサンプルね、あの出来栄えっていうのはねめちゃくちゃあるんですよ。もう僕も何回もね CCP メーカーに勤めてた頃から何回も経験しますね。そっから、お客さんそのままじゃ出せないんで、お客さんに喜んでもらうためにさっき言った、なんですかね、墨 の, あの塗料の濃淡だとかいろんなことを調整して、とにかくそのキャラクターに似せるように、お客さんに満足してもらえるようにあらゆることを考えてやっていく。だからね本当にキャラクターとかフィギュアに愛がないとできないと思いますね。今回のね丸投げの負の連鎖っていうのは、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですよ。素人の人たちがおそらくやってると思うので、ただなんかね適当に作って、ある程度原型作らせて見本作らせて工場に投げたらこれぐらいのものができるだろう、ある程度のものができたら、彩色サンプル工場原型の時点でそれぞれのセクションで OK が取れてるんだから最終の量産品もある程度のものができるだろうと。でもう中抜きっていうかね、間に業者いっぱい挟んでやってるんで、なんだろう、まあ、それぞれがね中間で確かに利益取っていくんですよね。だから最終的な工場の時点では工場なんてねもう今これほとんど利益取ってないっていうかね買い叩かれてると思いますよ。その中で、もうひどい条件の中出してきた、もう愛がないような状態、そんな管理体制の中でできてきたものが今回の商品だと思うんですよね。だからねこれね、ただ僕たちは笑って今回の案件をネタ的に見るんじゃなくて、一種の教訓としてね、やっぱり仕事ではあるけど愛を持ってキャラクター、敬意を持ってキャラクターの制作に当たらないとこういうことが起こるっていうことをね、僕も今肝に銘じてこれからフィギュア制作やっていきたいなと思いました。で、まあ今日の内容はこんぐらいなんですけれども、最後にねもう一個質問あるんで簡単に、答えます。コロコロさん今日ちょっと恩人なんで、著作権のあるフィギュアで雑誌やフィギュア紹介などのホームページでは監修中という文字、原型師さんのツイッターなどでも版元監修という言葉を見かけます。これらは具体的にどういったことを指すのでしょうか。これよくありますよね。バンプリストさんとかも、来月のプライズはこういうものが出ますっていう風にね写真が載ってる時にそのキャラクターの前のところに大きく監修中とかね、に結構書いてあると思うんですよ。これなんでこういうこと書いてあるかっていうと、まあ、僕たちは基本的に権利を借りて商品をリリースしているので、この原型いいですか、はい OK です、この彩色 OK ですか、はい OK ですっていうね許可をいただいてようやく告知、雑誌とかねSNS もそうですけど告知をして、で発売をしていけるわけなんですよね。でそれが基本の流れなので、基本は監修が OK いただいたものしか、メディアにも出せないんですけれども、例えばね、まあ、大手のバンプレストさんとかだともうたくさんの商品をやっていて、もうたくさんの販売実績があって、まあね、ライセンス料とかたくさんの貢献を版元に対してしてきているので、例えば、まあ、版元のその監修の時にここが良くないんで直してくださいっていう修正があったとしても、ちょっとこれ来月出さなきゃいけなくてこのタイミングで告知しなきゃいけないので版元監修中っていう風に角度でちょっと告知だけさせてもらえませんかっていうようなね流れを許可されていることって、まあ、あるんだと思うんですよね。だからそういった場合にそういった版元監修中とか監修中っていう言葉がつくんだと思いますね。これもちょっと予想で申し訳ないんですけれども、まあ、そういったことだと思います。というわけで今日はね、コロコロンさんの質問に救われて今週できたので、皆さんもねぜひ質問をいただければと思います。コロコロンさんにはステッカーを送らせていただきます。ではまた何かありましたら皆さんよろしくお願いします。ではまた。